いや、痛いですね。人々になってる学生のファンみたいな。いやいやいや、痛いですよ。インスタグラムで、はい、悶絶で痛い三つの図、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟を決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。だいぶずれてたよってことなんですね。で今ではね、まだちょっと硬いので、それは、っていうのはね、足の疲れから上がってきますから、今からね、足しっかりやっていきますから、今から本番頑張ってくださいね、はい、よいしょ。これはまだ気持ちいい方、はい。はい、お、耐えれる方ですね。いや、痛いですね。ここ痛いですね。痛いですね。取れ高的には少なそう。まあ、これがね、こう、ここの硬さが上がっていくと腰痛になるんですね。足のむくみとかも結構あったりしませんか？めっちゃあります。ですよね、ここすごいですね。痛いですね、硬いとか痛いっていうのはどんな感じかって言ったら、油で汚れまくってる換気扇のファンみたいな、ギトギトになってる換気扇のファンみたいな、それをね、今ね、あの、こすぎ落としてる感じ。全然叫ばず受けそうですね。いやいやいや、痛いですよ。じゃあ、うちのは動画で見ていただいたんですか？そうですね。ありがとうございます。何で調べられて出てきました？生態系見てて上がってきた感じですか？一番初めは、はい、全然関係ない人の、はい、インスタグラムで、はい、ご飯屋さんの知ってる人のを見て、はい、その人がなんか、はい、月に1回ここ来てるみたいなのをしてはったんですよ。ああ、そうなんですか。そっから見て、はい、たまたま。あ、女性の方ですか、男性の方ですか？男性やと思います。男性の方、酒飲みの方ですよね、多分ね。多分、でも全然そのフォローしてるとかじゃないんですけど、はい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 、たまたまあるご飯屋さんを調べた時に、はい、家の近くだったんで、はい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 、でなんか近所の美味しいとかいっぱい載せたはるなと思ってみて、あ、なるほど、じゃあ遠くでも行く価値があるみたいな書いてあったんですよ、携帯。はいはいはい、あ、それで見ていただいたんですね。私も結構、はい、強、こんなんやったらあれですけど、はい、強い生態好きなんで。わかります。気になるなと思って。そっか、インスタもやっとくべきないですね。ありがたい、本当に。うちの店はあの強みの好きな人しか来ないんですよ。で、一回受けて、受けられて、痛すぎてもう嫌だって言って二度と来ない方もたくさんおられますし、でも先生のあれはそれがいいんだってなると、遠くからも結構通われてきます。そうですよね。うん、私、他のところまさに受けないんですけど、うんうん、なんか強いらしいね。そうですね、やっぱり。なんか慣れてるだけかなみたいなとこあるんで。あ、ありますよね。なんかまあ気持ち的にはまあね、痛いけどこっちの方がね、なんかやっぱね、ここ、うん、必要に痛くございます。こっちの方が、ここね、
仕事は立ち仕事ですか？走られたりとかされますか？え、しないですか？ここ硬い人ってそういう人が多いんですよ。あ、そうなんですか？うん、運動ゼロです。ん？運動全くしないです。運動全くしない、はい、あ、仕事も座り仕事。いや、まだ選挙子育て中です。あ、なるほど、はい、お疲れ様でございます。一番大変な仕事だ、普通に聞くところ、ここ、あ、あ、そうですね、あ、これですね、そうですね、そうですね、いた、ここ、これが腰痛に効くやつですね。効いてますね。効いてますね。インスタグラム上げてる人に感謝して、メッセージ後で送ろう。あなたのインスタグラムを見てきていただきましたっつって。もう一人しか思い浮かばないので。あ、そうなんですか。はい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 。美味しい店を結構上げられてる方ですよね。そうやと思います。エリア的にそうですよね。そうですね。多分すごい近所の方やと思うんですけど。わかりました。特定できました。その方、赤いお盆に出てくるお店とか上がってませんでしたか？なんかあんまそんな…あ、そこまで見てない。そうなんですよ。わかりました。ありがとうございます。あ、個人情報を特定できるような情報は全部カットしますから安心してください、ね。頭の骨っていうのは立体のジグゾーパズルみたいにできてるんですよ。で、ずれてる場所があったりすると、戻していくのはちょっとね、痛いとは痛いんですよ。で、顎とか直そうと思うと顎とかがめちゃめちゃ痛い。痛そう。この強さでグイグイ押されるわけですから、よっぽどじゃないとお勧めしません。へえ。でも顎関節症、はいはい、関係あります。顎関節症も関係あります。の方は顎されるとめっちゃスッキリされますね。やりたいけど。